テストカード、朝鮮中央テレビは、朝鮮民主主義人民共和国の国営テレビ放送。なお、運営機関の朝鮮中央放送委員会は、朝鮮中央放送も実施している。北朝鮮において、執権政党である、朝鮮労働党による、指導、歴代の金日政、金正日、現在の最高指導者である金正恩への、 個人崇拝による現政治体制や主体思想を称賛するプロパガンダの役割と娯楽の役割を担っている。ケーブルテレビでも放送されている。また、外国向けに衛星配信されている。1996年に主体思想等をモチーフしたロゴを導入したが、2012年8月からはロゴのリニューアルを行った。近年、放送設備の更新や一部番組での レターボックスによる16、9放送などが行われていたが、2012年に地上デジタルの試験放送が開始され、2015年1月10日より、従来のアナログの周波数帯での送信を停止し、ハイビジョン放送が可能な帯域での放送に切り替えた、ため、ハイビジョン放送信号での放送が開始された。しかし実際のハイビジョン番組はわずかで、 ハイビジョン制作の番組のほとんどが4、3サイズにダウンコンバートされるか学縁放送となっていた。2017年12月4日から過去の映像や再放送を除く多くの番組が16、9の構成サイドテレビジョン放送となり、実質的に地上デジタル放送に移行、ID 映像もリニューアルされた。カラー方式はパル方式。北朝鮮では 優先放送が整えられており、国内向け放送のうちテレビについてはケーブルテレビとなっている。このため、北朝鮮以外では主張することができない。ただし、朝鮮中央テレビについては人工衛星チャイナサット12を用いて衛星放送も行っている。正式道場の統計87.5度に位置し、周波数、変波はそれぞれ 4180MHz。 垂直変波、シンボルレートは 4167KS、S、FEC は3、5である。直径1.8メートルのパラボラアンテナを向けて、LNB と FTA チューナーの調整をすれば、隣国の韓国や日本など、アジア各国でも、視聴可能である。NHK などのキー局も、この衛星放送の映像を受信し、ニュース番組などに利用している。 近年ではインターネットによるストリーミング配信も顕著になっており2011年6月16日頃より韓国統一放送の公式サイトにて2017年にはドアゴが運営するニコニコ生放送にてそれぞれ同一時刻によるリアルタイム配信を開始した当初はニュースを読み上げる際の背景はほとんど水色一色であったが近年は 平壌の街並みであることが多い。2012年9月8日からは、スタジオの雰囲気を一新、プロンプターと背景に6つの画面をつなげた、大型マルチモニターを導入した。2019年3月21日に、突如として現代的なグラフィックをふんだんに使った、映像やドローンによる空撮など、最新の技術を取り入れ、スタジオも刷新した放送が行われた。 翌22日からは再び以前のような放送が行われており、現代風の放送は1日限りで終わったとみられたが、後に再開した。また、一部コーナーや紹介時の映像がリニューアルされた。放送時間は、基本的に、平壌時間15時23時頃だが、毎月1日11日21日と日曜日は9時から、祝日は8時、または9時から放送している。 他にも特別な行事がある日や特別重大放送等がある場合は午前から放送されることがある。一方で12月31日には豊島谷の特番を放送するため放送終了が25時過ぎとなるのが恒例。また台風が接近しているなど北朝鮮国内で大規模な災害発生が想定される場合は終夜体制の報道特別編成が取られたこともある。 北朝鮮当局からの公式発表の多くは、朝鮮中央テレビのほか、朝鮮中央放送や朝鮮中央通信、労働新聞などから発表される。国家から独立したメディアが存在しない北朝鮮で、中平壌の外国メディアも取材制限があるため、これらは貴重な情報源となっている。放送開始前35分間は、現在時刻の入ったテストパターンを表示しながら、 bgm を流し、放送開始1分前からは、金日清将軍の歌、朝鮮の声放送のインターバルシグナルと同じものを、流す。放送開始時には、国歌、愛国歌を流し、皆さん、こんにちは。本日は月日、陰暦では月日です。ただいまより、中央テレビジョン放送を開始させていただきます。というアナウンサーの挨拶の後、金日清将軍の歌と、 金正日将軍の歌を流す。その後、その日の番組放送予定を放送する。放送終了時には、明日の番組放送予定を放送した後、以上で、本日の中央テレビジョン放送は終了いたしました。皆さん、さようなら。こちらは平壌です。というアナウンサーの挨拶の後、第二国家、輝く祖国を流し、カラーバーに移行する。また、北朝鮮における、 テレビドラマや映画なども朝鮮中央放送委員会が制作し放送している。ほとんどが現政治体制及び主体思想を称える構成になっており、中には日本統治時代の朝鮮やアメリカ軍を描写した反日、反米的な内容を構成に組み入れているものもある。春らの小玉などがあった。毎日17時、20時から放送のニュースについては、 朝鮮総連参加の総連映画製作所の公式サイト、エルファテレビで原則翌日もしくは数日後にアップロードされ、ダウンロードが可能となっている。主に、反日反米反官プロパガンダ、宣伝や、児童向け放送、敬愛する最高領導者、金正恩同士の革命活動報道、報道、その日付の中央新聞の内容朗読、朝鮮記録映画、朝鮮芸術映画、 各地の学校、工場に関する番組土日には、体操日曜日には、各道特派員が送ってきたニュースなどがある。番組表は、韓国統一部のサイトで確認することができる。また、日は遅れるが、統一放送でも番組表を見ることができる。児童映画漫画映画その他音楽劇、舞台文化国際、ありがとうございます。